新年明けましておめでとうございます。参議院議員の高貝恵美子です。激しい寅年から今度は機敏に立ち回るうさぎ年へ、新しい年を迎えました。皆様どんなお正月をお過ごしでしょうか。昨年は全国の皆様からのたくさんのお力を頂戴して、人の生きる力を守るこの看護のパワーを、今度は社会の生きる力を作り出す政治に生かしたい、そのための道筋をなんとか確保したい、この願いを叶えることができました。高貝恵美子はうさぎ年生まれ、今年年女です。現場の実態をよく見て、人のお話をよく聞いて、そしてフットワーク軽く機敏に動く、結果をしっかりと出していけるような、そういう仕事を心がけてまいります。ますます飛躍する、そんな年にしてまいりたいと思います。どうぞ皆様もお一人お一人大切な存在です。力を合わせてこの国の未来の、大事な未来の財産を守り育ててまいりましょう。今年もよろしくお願いいたします。